皆さん、こんにちは。多分皆さん、新聞、あるいはそのラジオなどで、ダライ・ラマ法王が北京政府と接触をしている、そして、近々法王が巡礼の形で、中国に行かれるかもしれないというようなニュースを聞いたりしていると思います。で、しかし、法王のその発言のすぐ後に、北京政府の外務省の報道官は、それを否定すること、真っ正面から全てを否定するような、発言がされました。で、つまり私が思うのは、中国はメディアに対して様々な、情報、間違った情報を流して混乱させているけれども、同時に、例えば誰でも法王に対しても、様々な探りを、含めて、それぞれが、自分こそ中国政府から、頼まれた、自分こそ中国政府とつながりがあるというようなことを言って、そして法王に接触し、それを法王は純粋ですから、それを、おそらく法王は、中国政府の方にも変化があるというふうに考えて、あのような報道になったのではないかと思います。この類のものは今回が初めてではありません。8月24日だったと思いますけれども、香港からのニュースとして、中国はダライ・ラマ法王とあるいはチベットが亡命政府と接触しているという情報を流したり、あるいはラジオフリーアジアにおいてはアメリカがもうチベット放送しなくなったというような情報を流したり、いろんな意図的にですね、その皆さんを混乱させるようなニュースを流しております。こういうものに対してはどうかちょっと慎重になっていただいて、あらゆるニュースに対してその裏を取るというようなことをしてもらいたいと思います。もちろん亡命政府は私が知っている限りでは、未だに、北京政府と接触する、ダライ・ラマ法の代表を正式に決めておりません。また、北京政府の方からも、そのような形で積極的にお話を受け入れるというようなことを公式に発表していることは一切ないように思います。ただ、いろんな、ガセネタのような形で、この接触をしているとか、あるいはその法王が行かれるかもしれないというようなことも含めて、これからもそういうニュースがたくさん入ると思いますけれども、大事なことはそのソースがどこかということを確認することだと思います。そして、もしソースが明確でなかったら、やはり周辺の人たちに聞いて、自らその信憑性に対して確かめるということも必要であるのではないかと思います。これはチベット問題に限ったことではありません。中国はそのような形でいろんなことをですね、混乱させるために常にやるという習慣というか、彼らのそういうその手段があるということも同時に知ることが大事だと思います。まだ例えばその日本と中国の間においては、現在具体的にこのいろんな問題について正式に話し合うということはしておりません。日本は例えば尖閣問題なんかに対しても基本的には問題ないという立場です。これ正しいと思います。これは日本の領土ですから、中国と問題視し、中国と議論する必要もない問題であると思います。ですけれども、その日本の中に、日本人の中に、あたかもこれを問題であり、そしてこの問題を話し合いすべきだとか、あるいは棚上げすべきだとかと言っておりますけれども、まさにこの問題が存在しないということを日本が通してやることが大切だと思います。そういうことも含めて、中国から流れる様々な情報に対しては、私たちは少し、警戒心を持って、接することが大切ではないかと思います。
今日は以上で終わります。どうもありがとうございました。Oh, yeah.